6回の裏カープの攻撃。対するこの回の先頭シーツ、右バッターボックスに入ります。5番バッターシーツ、何を投げてくるか。あっと打った、この辺りはセンターへの打球、あっとワンバウンドヒット、ノーアウトからランナーを出していきます。シーツセンターへのヒットになりました。シーツこれが今日2本目のヒットになります。ここまでの失点が2となっています。さあ1球目打ちました、打球の右へ抜けた、きれいに抜けた、ここでヒットが出た、ライトへのヒットが出ました。ちょっと変化はね、半端でしたよ。バファロー、ここで2番手ピッチャーを送ります。小池、いい判断だと思いますよ。ノーアウト、ランナー2塁1塁の場面でマウンドに上がります。でもこのピッチングは注目したいですよね。さあ、どんな投球を見せるのか。さあ、つなぎました。浅井、ランナーを返したい、このバッターボックスになります。いきなりランナー2人を出しています。どこに出てくるんでしょうか。まずは見送りました。ほんとギリギリですよね。はい、さあ3回目の打席。背番号34、以上に変わります。6番。さあ、2球目は、緩いカーブ決まりました。ボールカウント2ストライク。遊び球はあるのか。打ってサードへの当たり、取って二塁へ送ります。二塁アウト、543のダブルプレー。これでツーアウトランナー三塁に変わりました。そして7番ラロッカ、そのバッターボックスです。まあ、これで点に入ってもね、届きませんから、つなぎたいでしょうね。7番バッターラロッカ、最初のボールを決めました。ボールカウント1ストライク、ツーアウトランナー三塁です。さあ、タオさん、ここはどうすればいいでしょう。このランナーはやっと打った、ランチが出ました、センターへのヒット、三塁ランナーホームイン、5対3、センターへのタイムリーヒット、1点返します、追い上げます。さあ、ホームランで試合の流れを変えてくるんでしょうか。新井、さあ、バッターボックスです。バッターの8番、新井。さあ、初球振りません。コースついてますよね。はい、これが今日3回目の打席。さあ、第2球打たされました。藤井、すでにボールの下に入っている、取って3アウトチェンジ。6回を終了、しかしカープ1点を返しています。5対3、2点差にしています。さて、試合は2点差となってラッキーセブンに入っていきます。7回の表、バファローズの攻撃。この回は9番から始まります。藤井、ダメ押し点、そのきっかけを作っていけるんでしょうか。最初の1球は何か。最初はストライク、ワンストライク。今日は1回と3分の2を投げて、ヒットは打たれていません。失点なしのマウンドです。次のボールは、これはスライダー、ツーストライク。キャッチャーのサインは、右への打球です。ファウルになります。さあ、第4球、変化球打ちました。これは低い打球、取ってワンアウトになりました。藤井、ショートライナーに倒れました。打順は次に変わります。大村、左のバッターボックスです。最初の1球、まずは変化球から入りました。ボールカウントはストライク。まず先頭のバッターを打ち取っています。2球目です。抜けました、抜けた、抜けました。さあ、ヒットが飛び出した。大村、センターへヒットを打ちました。大村、これでヒットが2本になりました。ワンアウトランナー1塁です。どこから行く、ランナースタートした、これはボール。さあ、キャッチャー2塁送球、スチール成功です。でも足速いですね。はい、この回ヒットを打たれています。2投目入れてきました。ボールカウント1エンド1、バッター星野。さあ、次の3球目、高めに決まりました。2エンド1です。次が4球目、まっすぐ決まった。これはバッテリー引っ掛けましたよ。はい、そうなんですね。そしてクリーンナップへと続きます。バーン、左のバッターボックスに入ります。ツーアウトランナー二塁です。
田尾さんにお伺いしましょう。バファローズはどうすればいいですか。ここはね、ワンヒットで1点ですからね。そうなんですよね。はい、まず際どいコースをついてきました。ワンボールです。どこに構えるか。まっすぐが決まりました。外へ2つ続けました。バッターの3番バーン。さあ3球目、打った、右へ行った、ファースト後ろに下がります。取れました。スリーアウトチェンジ。さあさあ、この後送りがあるから、7回の裏、カープの攻撃。その裏の攻撃のトップバッター石原、バッターボックスに向かっていきます。第1球です。まずはストライク、ワンストライクノーボール。このゲームの解説は田尾康さん、宮本和智さん、お二人でお送りしています。次のボールは行って、左へ行った、レフト線ワンバウンド、クリア、ヒットになる。ここでヒットが出た。石原、レフトへヒットを打ちました。カープヒットの数を11としています。この前の打席ではセンターへのシングルヒットを記録しています。第1球はどうか。初球見送っていきます。ワンストライクです。ノーアウトです。次の第2球、外外ときました。カウント1エンド1、いきなりランナー1塁としています。さあ3球目は、このまっすぐは外れました。ワンツー、ヒットのランナーを許しています。バッティングカウントからの4球目、わずかに外れてワンスリーです。この誘いには乗りません。今日は1回を投げて打たれたヒットが2本、1塁、これはセーフ。バッターの1番森田、これも牽制、これは1塁セーフになります。今日はここまで3打数1安打。次が5球目、高いボールを打ちました。転がりません。取りました。これでワンアウト。森川さん、キャッチャーフライに終わりました。さあ打順が変わります。木村拓、右のバッターボックスに向かっていきます。今日のここまでは3打数2安打。初球から低めを攻めていきます。カウント1ストライクノーボールです。ワンアウトになりました。2投目、高めを打って、打球は右、あっとライトの前に落ちた。さあファーストランナー2塁を蹴った。さあボールが返ってきた。バックホームする。さあワンアウトランナー3塁1塁。この回もチャンスを作りました。いい場面で打席が回ってきました。尾形浩一、そのバッターボックスです。まあ、最後まで何があるか分かりませんからね。ここまではノーヒットできています。さあどこから来るか。最初は高め、ボールにしてきました。前の打席は大きな当たり、センターフライに終わっています。どう攻めるのか。低めの球、さあカウントは1エンド1、なおもワンアウトです。さあ次の3球目、変化球で2ストライク目を取りました。2ストライク、追い込んでいます。さあ4球目、この変化球は枠の外、カウント2エンド2。何を見せるか。打った、セッターの前、ヒットになりました。今サードランナーがホームイン。5対4、センターへのタイムリー、1点を返します。その差は1点になりました。さあワンヒット同点のチャンス。さあファーストにダイソーを送ります。菊池、足のある選手ですか。この展開で打席が回ってきました。シーツ、そのバッターボックスとなります。さあカープ、さあタイムリーヒットで1点を返しています。まず初球、まずは初球見送りました。さあカウントはワンナッシング。このゲームはここまで3打数の2安打。2投目は今度も変化球できました。ツーナッシングです。次の配球は3球で決まった。最後三振を取ったのはストレートでした。そしてホームランを期待できるバッターの登場となります。前田、さあバッターボックスです。
今日4回目のバッターボックスに入っています。さあどこから来るか、インコース打って、さあこの打球はワンバウンド、ワンバウンドした、さあヒットになった、セカンドランナー今ホームイン、バックホーム、5対5、追いつきましたか、ここで同点に追いつきました。バファロー、ここで3番手ピッチャーに変えます、岡本。まあ打たれましたからしょうがないですよ。ツーアウトランナー3塁1塁というピンチでのマウンドです。さあそのピッチングはどうか、ここで打順は DH へ回ります。浅井、その注目のバッターボックスです。まあ、絶好調のバッターにね、いいところで回ってきましたね。最初の1球は成田、まず変化球を見せてきました。バッテリー外してきます。この前の第3打席サードへのダブルプレーに倒れています。さあ次はどこへ行くか、外へ持ってきました。ワンエンドワンです。今日4度目のバッターボックス。さあ3投目、アウトコースへ決めました。カウント2エンドワン。さあ4投目、しっかり捉えた、ブラッと破った、綺麗に破りました。中継のショートへ、三塁ランナーが今ホームイン、6対5、逆転成功か、逆転成功、1点のリードに変わりました。そして打順が変わります。ダロッカ、この場面はリードを広げておきたい。この回リードを奪われました。何から持ってくるか、最初はスライダーできました。ワンストライク、ここまでは1打点という内容です。さあ2球目、これもスライダー、2球目も変化球でした。サインはどう出されたのか、変化球打って上がったがどうだ、ファウルです。さあ4球目、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、最後はバットに当てさせませんでした。7回の表裏を終了。しかしカーブ、6対5、ゲームをひっくり返しました。さあバファローズ1点を追っての攻撃です。8回の表バファローズの攻撃、4番からの打順になります。中村バッターボックスに向かいます。まずは初球、最初は変化球持ってきました。枠いっぱいに決めてきました。今日のここまでは3打数の1安打、打点は1の内容です。このボールはどうか、これは強い当たりだ、一塁へ、一塁、これは悠々アウトです。中村セカンドゴロに倒れました。そしてバッターは5番吉岡、バッターボックスに向かっていきます。今日のバッティング3打数2安打、そして打点が1あります。第1球は高めから入りました。ワンストライクノーボール。これが4回目の打席。さあ次のボールは打っていった、左への打球です。ショート取った、一塁に送ります。一塁はアウトです。吉岡ショートゴロに終わっています。打順が移ります。磯部、左のバッターボックスに向かっていきます。さあバッター磯部、第1球です。落ちるボール打った、これは一二塁間取った、そのままキャンバスに入ってスリーアウトチェンジ。ゲームは8回の表を終了。バファローズ3人で攻撃を終了しています。さあカープ、この後8番から始まります。8回の裏カープの攻撃、対するこの回の先頭新井、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。まずは初球ストライク、カウント1ストライクノーボールです。依然として1点差、カープがリードしています。次のボールは変化球、これは決まりました。あっという間に2ストライクです。次はどんなボールを持ってくるか、決まった、3球三振、3球で蹴りをつけました。次のバッターです、石原、バッターボックスです。このゲームはここまで3打数1安打、1投目はどうでしょう。ストレート打ちました、セカンドが抑えます。一塁、これはアウトになります。石原セカンドゴロに終わっています。打順がトップに帰ってきます。森田、左のバッターボックスに入りました。今日5度目のバッターボックスに入っています。あーっと打った、センター返し、綺麗に抜けてきました。ツーアウトから塁に出ます。ファーストへ送ります。
しょうか。いや、あのシュートはね簡単に打てないですけどね。はい、今日は1回を投げてワントランナースタートしました。さあヒットエンドランです。これは右中間に上がった。あっとワンバウンドヒット。さあヒットになった。2打席連続のヒット。ファーストランナーサードベースも蹴った。これは本塁タッチアウト。これで3アウトチェンジ。8回までゲーム終了。さあ得点はありませんでした。さて試合は1点差のまま9回最終回へと入っていきます。カー、この試合2回目のピッチャー交代です。長川、この1点差の場面で登場します。さあ最終回どんなピッチングを見せるのか。代打ニックがホームから繰り出す投球で打者をねじ伏せる若き守護神。夢は日本最速160キロ長川克弘。9回の表バファローズの攻撃、そしてこの回の先頭北川、バッターボックスに向かおうとしています。落ちるボール打ちました。右への打球になりました。取ってワンアウトになりました。北川ファーストフライに終わりました。そしてバッターは8番阿部正彦、右のバッターボックスです。ワンアウトランナーはありません。1投目これは当てただけ。これはセカンドか。取って2アウト。阿部正彦セカンドフライに終わりました。そしてラストバッター藤井、右バッターボックスに入ります。先ほどの3打席目ショートライナーに終わっています。抑えて勝利とするのか。最初は外のボール、読みが外れたみたいですね。はい、早くも2アウトにしています。この球はどうでしょう。ストライクです。2つ見送って2ストライク。ラスト1球なっと、これは強い当たりだ。なっと三遊間を破った。最終回ここで同点のランナー藤井、レフトへのヒットが出ました。バファローズここまで放ったヒットの数が10となっています。この回2アウトまでは簡単にいきました。しかしその後ヒットを打たれました。初球ストライクを取りました。ボールカウント1ストライク。バッター大村、さあ次はどう攻めるか。大きく変化します。いきなり2つ落としてきました。今日のバッティング4打数2安打。3球目はどうぞ。あっと打ちました。抑えた。ファーストへゲームセット。このオープン戦は6対5、カープバファローズを破りました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。広島対近鉄、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は田尾康さん、宮本和智さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。